もしも巨人になったらどんなことをしたいですかまずは服を着ます <laughs>、うん、だいぶ知性があるんだね、うん、そうだからそういう意味でも目型の巨人が好きですあ<ー> <laughs> でもで目型服着 <laughs> なかったですけどまああんな大きな服をねすぐには調達できないでしょうねでもなんか僕はねちょっと思うんですよ <laughs>、はい、あのー、タプンタプンしてるしもろもろなわけでしょ も,もろもろ生まれたまんまの姿なわけでしょ <laughs>、うんまあ、あれはちょっとなんか、うん、恥ずかしい恥ずかしいですよ自分に知性があるんだとしたらたあれはちょっと恥ずかしい,かしいもしも知性がなかったらじゃあ気にしない、うん、気にする知性もないから気にできないけどそうん<ー>でもなんか 50m 級もそうですけど、うん、あれだって筋肉丸見えじゃないですか あれ理屈で考えるとちょっと触っただけで痛い走りますずエレンがちょっとポッていた瞬間になんかもう「ああ!」ってああそりゃそう肩に乗っただけで「ああ!」って丸出しですからねそう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 そ